すごい、これすごい。やばい、運動しないと、運動しないと。ビールお姉さん、こがありさのビアフライトの時間。皆さん、こんばんは。飲み寄りますか？何飲み寄る？良い子の味方、ビールお姉さん、こがありさです。今日もビールの時間がやってきました。今日はね、あ、でもビールの前にね、ちょっと甘いものがあります。めっちゃクリスマスパッケージ。いつ頃取ったかがバレちゃうね、これね。おつまみにビールを楽しみますよ。ちょっと冷えちゃった。今日は漫画再現飯またやっちゃいます。最近ね、ずっとハマっとる日曜日の背徳飯っていう漫画があるんやけど、前にも一回紹介したことがあって、その漫画に出てくるご飯をね真似して作りました。今回マックの会があって、日曜日の背徳飯ってまずどんな物語かっていうと、中年ぐらいの夫婦がいて、で旦那さんの方が会社の健康診断で引っかかっちゃって、それで奥さんは体のことを気遣って体に優しい塩分控えめのご飯を毎日出してくれるんだけれども、会社のお弁当も作ってくれて、それじゃあちょっと物足りなくなってきて、で日曜日の奥さんがヨガに行っている3時間の間だけ自分の好きな時間ができる。だからその時に思いっきりなんかジャンクフードとか自分の食べたいものを好きなように食べたい。でそこに出てくるマグロ飯。今日はねマックの回です。このバニラシェイクにポテトをディップ。なるほどね、ありやね、これありですね。塩バニラみたいな。バニラシェイクの濃厚さと甘さが際立つ。あ、これうまっ。あ、これおいしい。これが正しい食べ方だったのかもしれない。照り焼きチキンでしょ、チーズバーガー、フィレオフィッシュ。これがね、かなり背徳的なことをやりますよ。照り焼きチキン、チーズバーガー。はい、できた。すごい、これすごい。今日のビールはね、ちょっとプレミアムなバーガーを作ったというか組み立てたので、恵比寿のプレミアム。それでは今日も一日お疲れ様でした。前では、すごい。すごい。ビーフパテと照り焼きチキンとフィッシュフライの三重奏。これが三国志バーガーです。今さ、レジになんか透明のさシートがしてあるやん、感染予防の。それもあるし、マスクもしとるし、聞こえにくいんよね。私が多分店員さんに言いようこともそうやし、で向こうが復唱する言葉も聞き取りにくいし、今日頼む時はさ、チーズバーガーとフィレオフィッシュ、照り焼きチキンくださいって頼んだんやけど、もう全部復唱がなんか聞き取れんくて、チーズバーガーでさ、チーズバーガーですか、なんか向こうの滑舌の問題なのか、私の耳の問題なのか、マスクとこれのせいなのか、全然聞こえんくて、一番聞き取れなかったのが照り焼きチキンって言った時の副長が「テリチーですか?」テリチー私の滑舌が悪かったんかな「何ですか?」ってなんか3回ぐらい聞き直したけど、こう何回も聞き直すのも悪いなと思って、多分「テリチー」って言ってるなと思って、あ、そうやって略すんやな、きっと照り焼きチキンフィレオのことを「テリチー」って略すんやと思って。まあぜひとも分かりやすく言ってほしいなとは思ったけど、あ、大丈夫です、それでお願いしますで、商品待っとる時にさ、レシート見たらさ「江口」って書いてあって、照り焼きチキンフィレオが「江口」って書いてあって、私照り焼きチキンって言ったよねと思って、なんかね全然伝わってなかった。どう聞いたらさ「照り焼きチキンフィレオください」がさ「江口ください」に聞こえる私そんなに滑舌悪かったかなと思ってプチトラブルがありました。滑舌の話でさ、コールセンターで働いたことがあって、滑舌にちょっと不安のある方から電話がかかってきた時ってすごい緊張するんですよ。で、何回も聞き返したりすると、多分もうそういう人って多分電話苦手意識がある人が多くて、コールセンター経験からね。でも聞き返されることに飽き飽きしてるんですよ。なんで伝わらんとっていう、聞き取りにくい時こそ私はもう1回で聞き取ろうっていうのをすごい気をつけてて、以前電話取った方で結構ね聞き取るのが難解なことがあったんですよ。でその電話の内容からして、普通の場合でも5分以上はやり取りをせないかんような内容で、あ、大丈夫かな、ちょっと集中して聞こうと思って、なんとかなんですけどみたいな、なんかちょっとこう弱い、母音が弱いというか、なんとかなんです、さしすせそとか、こう特定の言葉がちょっと聞き取りにくいことがあって、でなんとかねもう大方聞き終わって、で一回も聞き返さずにいけたの。あ、いけるよかったと思って、これは怒られずに済むと思って、では最後に「お名前よろしいですか?」「うです」。え、ちょっと待って、一個も聞き取れんかった今。え、どうしよう、でも聞き返さんと絶対必要なところやからと思って、申し訳ございません、もう一度よろしいですか。あ、難しいんだよね名字、絶望的じゃんと思って、もう田中であれと思った、正直思った。こう滑舌に不安がある方で難しい名字はもう本当にね、電話の時ねお互いに大変だと思う。ごめんなさい、聞き返してごめんなさい。でもちゃんと聞き取れました。さあ、ハンバーガーを食べ終わりましたが、残ったバンズがあります。これをどうするかというと、漫画ではシェイクにつける。うまっ。秘宝です。マックの成分表を見つけてしまいました。好き勝手食べたこのカロリー、どんくらいあるんでしょうね。計算してみます。照り焼きチキンフィレオ498キロカロリー、チーズバーガー307キロカロリー、フィレオフィッシュ323キロカロリー、ポテト S サイズ225キロカロリー、マックシェイクバニラ M サイズ353キロカロリー、1706キロカロリー。わお。1日どのぐらい取ればいいの、カロリーって。2050キロカロリーが1日に、推定の必要カロリーだそうです。やばい、あと300しか食べらんないじゃん。あ、でも身体活動レベルが低いと1750だって。やばい、運動しないと。グルメ漫画見ているとどうしても真似したくなっちゃって、最近漫画飯ブームです、私の中で。皆さんの漫画飯おすすめ教えてください。前も聞いたなこれ、でもう一回教えてください。さあ、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。